ジアカップ第1戦前のロッカールーム、トルシエ監督はナナミに入念な指示を与えていた。第1戦に勝利し、そのままの勢いで決勝まで行きたいと思っていました。我々は優勝するためにアジアカップにやってきたのですから。ゴールキーパーは川口、ディフェンスは中央に森岡、左に服部、右に松田、中盤は下がったところに稲本、やや左の前に七海、左のアウトサイドには中村俊輔、右には明神、森島がトップの下に入って2トップにはシドニーオリンピックの2トップ高原と柳沢がそのまま入りました。肌で感じるサウジアラビアは日本にとってはいいということですが、さあキックオフになりました。サイドを使って、よく見てますよ。柳沢落としたところ、森島行ってくる、中村俊輔がいた、中村、ああいいボールだ、遠いサイド入ってきた、出会いよく出ない、シュート打った、シュート決まりました。日本先制。日本先制しました。前半の26分、ゴールキーパーの斜めから高原のシュート、日本2点目。いやー、高原の素晴らしいシュート、出会いを防げすませんでした、もうニアサイド、結局ファールは、ファールをもらうことになりました。明神、早いリスタートが始まっています。中村俊輔が中に入ってきて、スルーパスを出してきた、柳沢出して、後ろから七海のシュート、3点目日本。後半の9分、七海のゴールで日本これで3対0。まあ、早いセットプレーから生まれましたね。強かったという話をしています。まあ、3月からこのアジアカップに向けて調整を続けてきましたサウジアラビア。さあ森島いた、森島のシュート、相手の前に入ってくる、ね、動きをしてもらいたいんですね。中村俊輔ここにいた、中村右足のシュートだった、右足のシュート、西澤、いいですよ、裏から出して七海です、七海のシュート、出会いを防いだ、こぼれたところ、西澤押し込めない、押し込めなかった、ポストです、ポスト。いやー、西澤これは決めたかったところです。こういうのを西澤が前に詰めてきます。キープするのは三浦敦弘、出してきて中村俊輔スルーして、後ろからオロのシュート、いやー優勝、これはイランと並んでいいボール出ましたよ。オフサイドありません。これ決めてほしいですね。いやいや、出てきますが、小野がどうするか、小野がキーパーを引きつけてシュートを流し込んだ、4点目、日本4対0。そうですね、もうあのハーフウェイラインから後ろ自陣から飛び出してるんですよ、ですから、おっとシュート、あっと日本失点です。4点目が入ったところで日本1点失点には彼のヘディングっていうのは大きな武器だと思いますんで、逆に同じメンバーでやるよりは何人か変わった方がですね、チーム内のこうモチベーションもこう高まっていい試合をやってくれるというふうに期待したいですね、がいるようですね。5番のルーシャ、うまくパスカットした、七海、いいボールですよこれ、高原出てきた、キーパーと接触した、 PK だ、いきなり前半の立ち上がりで PK 先制得点、蹴るのは西澤、弾かれた、日本この角度からのフリーキックは中村俊輔、いいボールできた、ポイント打った、決まった、先制得点日本、いい、森島のゴールが決まっています。いや、これはいい時間帯に取りましたよ、あの PK ね、与えないようないい守りをしています日本です。1点を先行しています、森島のゴール。さあ、ゴール前にまた2人選手が入っている、西澤と森島がいる、西澤シュート入った、早くも2点目日本。今ね、高原がうまかったですね、サイドでこうもらって、うまくボールをキープしながら前を向いて、コーナーキックは中村俊輔、
合わせていった中澤さん決めた。高原が最後決めました。でも今の最初に触ったのは中澤ですよね、はい、今日は西澤が前線でこう一つうまくキープしています。高原フリーになっている。オフサイドではない。入った。高原決めました。いや本当に高原はなんか一皮向けたっていうか、こう自信持ったんですかね。早くも出てきた森島。森島が浮かしていって、バーヘッダーヘディングシュート決まった。森島から西澤、セレッソコンビですね。これで実に日本は5点目ということに。中村、ここはブガロよく取った、はい、ウズベキスタンボールのフリーキック、遠いサイドコーナーキックからのシュート、こういう取られました。日本失点がね。ウズベキスタンは決定的なチャンスが1回ありました。おっとここはうまく渡った。西澤、高原が決めたか。かろうじて出しました。高原決めればあわやハットトリックという。高原ジュビロコンビ、あいいですよ。さあ抜けてきた。高原だ。高原シュート。ゴールからこう背を向ける形で立っています。中村がいた。惜しかったですね。ウズベキスタンとしてもまず点を返していくことが必要になってきます。出てきた。ナナミだ。ナナミフリーでもらった。折り返した。ヘディングシュート。ー決まった。いい形でしたね。西澤ですね。西澤のゴール。西澤3点目。このには何かこうポジションチェンジをこうしながらみたいな、そんな指示を与えて送り出しています。ありましたけれども、まあオフサイドです。まあ惜しいですね。多分ナナミ、ナナミから裏をうまく狙っていく。さあ、ね、シュートにいった。入った。高原、高原、その高原交代直前に、国と国を代表するチーム同士の対戦というカテゴリーの中では初めての出場になります。小野のシュート、枠の中には入りませんでしたが、いやいい、まあ前に入ってきてちょっとボールがね合わなかったですけど、あいいでしょこれ。また北島だ。不意のパターンだ日本。七海のドリブル、いいボールだ。折り返して、ああ入っていません。ただうまくいってないところがありますけどね、こういう試合の中でこうどんどん修正していってほしいなと思いますね。小野から北島、オフサイドではない。さあキーパーと1対1だ。外れた。完全にフリーだ。決まった。北島決めた。今は小野じゃないですかね。いいパス出して、小野が最高の形でこのかわしていってのスルーパス、はい、ここで試合終了。日本勝ち点6を上げて決勝トーナメント進出を決めました。第2戦から8人も入れ替えてきました。前半のキックオフです。作る日本ディフェンス、また直接来た。先制点を許してしまいました日本。ゴール前に来る望月が入ってきた。望月落として飛び込んできた。あっとフラッグが上がってます。オフサイドで す, ですよ、ね。どういう効果があるんですか。ポジショニングをね、その、北島ぼかすことができるんですけど、自分で来るです、ね、北島のシュートだ。キーパー正面でした。いい突破です。集結してずっと守ってましたからね、ですからカタールにこういう形の流れの中でのチャンスカードが出そうです。貝本です。これはね足の裏を、あレッドカード出ました。2枚目のイエローですね。あそうですか。小野に使って、もう一度今度は奥だ。奥のヘディングシュート、おっとクロスバーだ。クロスバーに当たった。ゴール前には西澤、七海から小野へ、オフサイドないチャンスになる。小野西澤決めた。同点に追いつきました日本。最後は後半日本の攻撃のリズムを作っていたこの西澤です。後半の16分、日本追いつきました。ここで試合終了。日本予選リーグの最終戦はカタールを相手に1対1の引き分けに終わりました。日本がトップの下について2トップは
現在4得点でこの大会得点王に並んでいる2人、高原と西澤でした。やはりイラクの方は15番のカタンドレイがいます。またこのサイドを使ってきてカタンドレイが入っているが、こぼれている、振り立てる、シュート打ってきた、あっと決まった。日本一旦失いました。10番ですね、悪くてもファールもらえ取ればいいと思いますよ。ナナミ空いてますけどね。遠いサイドでナナミがフリーでいます。そこに出してきた、ナナミ決まった。1対1の同点、日本すぐに同点に追いつきました。まあ、今ねここから見てもナナミがフリーでしたから、そこを中村俊輔がねしっかりいいボールを出して、素晴らしいねナナミのゴールでしたよね。それによってちょっとリズムを崩しているというところですね。このミスになった。森島カットする。森島行きますが、遠いサード西澤がいますが、あと森島これ狙ってきた。もう一回森島。高原シュート決まった。入りましたね。2対1日本逆転。高原のゴールで日本逆転しました。いやこれは本当にいい時間帯にまた2点目取れたんじゃないでしょうかね。前半の10。中村俊輔は中に入る。いいですよ。クロスが入ってくる。あ、いいボールです。そうですね。フリーになっていた中村俊輔、高原が待ってる。遠いサイドに西澤逃げていく。高原切り込んでシュートを打った。ディフェンダーに当たってコーナーキックになります。いやでもね、森島近いサイドに高原、遠いサイドに西澤、西澤のヘディング、こぼれて七海がシュート、浮かせた。日本決まりました。3点目、七海今日2点目。今のはうまかったと思います。裏から七海、並びに出してきて、いいクロスが入ってきますが、ディフェンスが入って、その中で結果を出さなければいけないというプレッシャーもありますから、どうしてもそういう選択。潰しに引きます。いいスライディングですね稲本ね。今面になります。ショートコーナー使ってきます。中村俊輔、中澤、あっとディフェンダーがゴールの前でクリアしました。中澤のヘディングシュート、高原、いいですよ。森島、おっとこぼれて、詰めることができませんでしたが、また森島、西澤、この大会で一応契約、あ、裏に出てくる。日本ピンチになってくる。フリーになってシュートを打った。川口が防いだ、防いだ。よく防ぎましたね川口。稲本からシュートを打ってきた、高原のシュート。いや、いいですよ高原。七海の石澤、後ろからシュート決まった。日本4点目。明神じゃないですかね。明神のゴールです。前半からまあ守備の一本、見えない壁をようやく乗り越えた。最も厳しいとトルシエ監督の表現した準々決勝を打ち破りました。体調を崩して2戦目以降試合の出場のなかった松田が戻ってきました。試合前の練習を見ていますと3バックの真ん中にどうやら入りそうです。はい、準々決勝のイラク戦とはメンバーの変更はありません。です、カーブをかけて遠いところだ、チャンスになる。日本折り返してキーパーキャッチします。サッカーを展開していた中国ですが、今年就任したミルチノビッチ監督が組織を植え付けました。チャンスになります。森島入ってくる、倒れたがホイッスルはありません。攻撃ほとんど右から、ゴール前に宿もしいますが、ミドルシュートに来た、思い切ってきました。一瞬隙を突かれたような格好になる。ネットプレーからヒヤリとするところはありましたが、あ、松田がそのまま上がっていきます。ゴール前に入って高原フリーになってます。逆サイド折り返す、チャンスだ、決まった、日本先制。これは今七海がですね、今言ってたように逆サイドの高原に長いクロスボール。8番は李哲、遠いサイドに来た、中国のチャンスが飛び込んでくる。日本追いつかれてしまいました。スピード止めた方がいいですね。ここは松田の対応、よし松田対応する、あっと逆転されてしまいました日本。まあ今ね、止めて、よし中村来た、クロスバーで飛び込んで、飛び込んで入った、西澤ですか。西澤ですね。中村のフリーキックのボールがクロスバーを叩いたところ、リバウンドに飛び込んでいったのは西澤。いやそうですよ、これがありますからね日本には。で、西澤もよく詰めてましたよね。日本が得意のセットプレーから同点に追いつきました。はい、
よく守備を最初はしますけど、その後はこういいポジションに前に残ってますから。あれこれいいんですか。落として後ろからシュートきた。明神のシュートになりました。日本逆転、再び日本のリード。いや素晴らしいシュートでしたね、明神ね。あこれはいい点だと思いますよ。高原も狙いすましてこう落としてるし、86cm の長身のフォワード、極盛京が準備をしている中国。その前に日本のチャンス、飛び込んでくるヘディングシュート、はい、おっと今のから明神がオーバーラップをしますが、七海に預けてスルーパス通してくるチャンスだ日本。あっとフラッグ上がってる、フラッグ上がってます。オフサイドですね。ゴールがありました。柳沢狙ってくる。いいでしょう、いいでしょう。あっとここで試合終了の笛、日本2大会ぶりの決勝進出です。稲本がイエローカードを受け決勝戦に出場することができなくなった。稲本に代わりトルシエ監督が選んだのは望月だった。決勝戦直前のロッカールーム、トルシエ監督に呼ばれる望月の姿があった。お前らの力で勝つよ。カバイエルメリット絶対勝つ価値あるんだから、権利が絶対勝つ。1回アジアカップレバノン大会ファイナル、日本の前に再び立ちはだかるアジアの壁、サウジアラビアとの決戦です。日本とサウジアラビア、アジアカップの決勝キックオフです。稲本、フリーキック、はい、30秒、フリーキック。ユニフォームさえ着ることのできない稲本はこの日、選手を支える仕事に徹していた。何回も練習してましたよね、練習をほとんどこれに費やしてきましたが、カーブしている七海がその分引いています。裏に出てくる、森島出てきた、キーパー出会い出てる、森島18番のテミアート校長、裏に出ようとしますが、危ない、日本が危ない。今これ引っ張ったんですかね。 PK です。日本 PK、おっと外してくれた。サウジアラビア外しました。良かったですね、これは。19番のファラータ、はい、いやそうですね、外で松田も空いてますけれども、はい、近い差が入ってきたから、うん、あ高原のヘディングシュート、うん、練習中もテーピングがありましたが、西澤出てきた、いいですよ、高原のシュート、あー出会いへ、日本先制、望月、望月が決めて日本先制。前半の30分日本先制しました。いい時間帯に点取りましたよね。そして昨日練習してた通りのゴールですよね、これね。大きい選手がこう前に走り込んでいって、その後ろにこういう望月とかね、森島あたりが入ってくるっていう狙い通りですね、これ。西澤とか高原が詰めてますもんね。日本が1点をリードして決勝後半です。メシャルです。まだパスが繋がっている、シュートが入ってきた、あっとディフェンダーに当たって引いています。メシャルからシュートが入ってきた、危なかったですね。いや最後はテミアートですけれども、はい、しかしこれ前後ろからシュートが入ってきた、日本ヒヤリとしました。シュートが入ってきた、おっと川口当てた、当てた、手に当てた、コーナーキックです。本当にこの選手はいい選手ですね。ようやく川口が、今川口がこうアハメド同期入れてくる、ヘディングショット入ってきた、川口ショット、メシャルじゃないですか、またメシャルですね、うん、でも川口よく反応しましたよね。七海、西澤前向いた、シュート、出会いへ触った、コーナーキックです。でも今のいいです。中村俊輔、
中村美恵シュート。まあこれはあとメシャルは変えるの難しいんじゃないですかね。あ、入ってきた、カバーに入った、森岡、ただ足を痛めた森岡、痛めたが待ってますね。森島、フリーの望月、先制点の望月のクロス、シュート打ってきた中、西澤です。いや、今のはいい狙いでしたよ。またシャルフーブ、シャルフーブのいいクロスが入ってきた、こぼれている、ディビアートのシュート、川口防いだ。川口よく防ぎましたよ。このテミアート怖いですからね。これ嫌なバウンドでしたけどね。特に柳沢は出た途端に何分プレーしましたかね、もう8分だけ。クロスタイムに入ってきます日本。テミアート、テミアートのシュート入ってきた、川口取った、日本が守りに入っています。日本2大会ぶり2回目のアジアチャンピオンに向けて、残り時間はもうあとわずか。またそのボールをつなごうとする奥がいる、早く前に出そうとするサウジアラビア。サイド気をつけた方がいいですね。ロスタイム5分回って、ここで試合終了、日本勝ちました。2大会ぶり8年ぶりにアジアのハードルを乗り越えて2002年への道を切り開く大きな優勝です日本。ああ、いやね、今川口出てましたけど、よくやりましたよ川口ね。そして後半はもう川口のファインセーブが光りました、はい、そうですね、もう本当に後半は苦しみましたけど、よく最後までこう集中切れないでね。アジアカップが再び日本の手に戻ってきます。キャプテンの森岡の手に渡されました。日本、ただ何かあの、はい、オリンピックとかワールドカップ出場を決める時の試合とはまた違うその感動がありますよね。勝つためにやってきた、そして勝った。